リントン・クーエシ・ジョンソンは、ジャマイカ・クラレンドン教区チャペルトン出身で、イギリス・ロンドンを拠点に活動する詩人。愛称は、LKJ。ジャマイカ・クレオール語を多用した詩を、レゲエのリティムに乗せて漏洩する、ダブ・ポエットとして活動している。2004年より、ミドルセックス大学客員教授。朗読を行うリントン・クーエシ・ジョンソン1952年、ジャマイカ・クラレンドン教区チャペルトンに生まれる。 1963年11歳の時イギリスロンドンのブリックストン地区に移住する。ジョンソンはロンドン大学ゴールドスミスカレッジ社会学部在学中にブラックパンサー等に入党し、ラスタラブという詩人とドラマーのグループと共に詩のワークショップを行っていた。1974年22歳の時レーストゥデイ詩に掲載された詩 ボイセズオブザ・リビングアンドザ・デッドでデビュー。翌1975年には、初の詩集、ドレッド・ビート・アン・ブラッドを発表した。1978年には、プロデューサーのデニス・ボーベルと組み、上記の詩に伴奏を乗せ、朗読した、世界初のダブ・ポエトリー作品となる、ドレッド・ビート・アン・ブラッドを発表した。1979年には、デニス・ボーベル、ジョン・カッパイ、トニー・ガッド、 ロビンソン、ドラミーゼブによって彼の専属バンドであるザ・ダブ・バンドを結成した。また同年にはフランコ・ロッソ監督によりロンドン・ブリックストンで活動するジョンソンを追ったドキュメンタリー映画ドレット・ビート・アン・ブラッドが制作された。1985年と1999年に来日公演を行っている。文学とは政治的活動であり、死は 文化的武器であるという信念を持つジョンソンの作品は、イギリスのアフリカ系及びカリブ系コミュニティの被差別経験を下敷きにした政治的かつ映像的に描写されたものが多い。しかし、イギリスの外交政策や反人種差別活動家のブレア・ピーチの死などを主題にするものもある。彼はマーガレット・サッチャー政権時代に最も多くの作品を残した。また、 ほとんどの作品でジャマイカクレオール語を使用している。ジョンソンの詩集、ミディーバル・シェーンリー・フレンはペンギンモダンクラシックスから出版されたが、存命人物の作品が同シリーズから出版されたのはわずかに3例目であった。ありがとうございます。